この男、芸人なのに選挙政治好き、政界のタブーや秘密を知る男、山本期日前、女性経験なし、初めて手をつないだ女性は小池百合子東京都知事。りのりのチャンネルスタート。本日のゲスト、山本期日前先生です。お願いします。山本期日前です。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。で最近政治で面白かったやつ、まあ、僕が見に行った中でいくと、うん、あの沖縄で去年選挙あった。で多分一度沖縄県知事選の話、多分りのりのさんチャンネルしてると思うんですよ。なんか、うんうん、沖縄県はなんか選挙違反者を全然捕まらないっていう、はいはいはい、このルールがあったんですけど、はい、で、さらに今回ちょっと沖縄のディープなとこというか、うん、沖縄のなんか、本島から船で30分の離島の選挙に、はいはいはい、伊江島っていうところの選挙があるんですけど、はい、で、そこのなんか村議会議員選挙、はい、伊江島、島の中の議員さんを決める選挙があったんですけど、うんうんうん、そこちょっと独特の文化がありまして、はい、まず、あの選挙事務所に行くと、なんかこう、なんかヤギ汁っていうなんか文化が、ね、沖縄見たことあるテレビで、そうです、沖縄でこうなんかヤギの汁をこう振る舞うみたいな、結構高級みたいなのあるんですけど、やっぱ選挙事務所にはこういうなんかヤギ汁が必須みたいな感じで言われてるんですよ。で、あの沖縄県ではその選挙事務所で、まあ、言ったら落選する候補も出てくるんですけど、こうなんか地元の中での会話があるのは、お前はヤギを2頭しか振る舞ってないから落ちたみたいな、俺は3頭振る舞ってなかったんだみたいな。振る舞ったヤギの頭数で言われるのあるみたいなんですよ。で、1頭につき大体100杯ぐらい食われるらしいんで、だからそれだから2頭だと200杯で、はいはい、3頭だと300杯で、それで結構勝敗が変わってくるみたいな、はい、なんかそういう世界らしくて、で、なんか地元の島民の方が言ったんですけど、沖縄であの選挙が行われるたびに、あの島からヤギがいなくなる。うわー、切ない。じゃあ苦肉強食感じるね。だから家島ではそうですね、無投票当選のがヤギはラッキーっていう。そうだね、選挙が行わなければヤギは生き延びれるみたいな。なんかそれもすごいね、島ならではの話だね。島ならではで、しかも基本的に島ってもうみんなもう知り合いみたいな感じなんで、うんうんうん、基本的に親族の票の奪い合いなんです。あ、なるほどね。でもその中で一人だけちょっと注目されてた人がいるんですけど、はいはい、あの家島になんか日本一周で訪れてた人がいて、なんかそこでなんか怪我してしまったらしいんですよ。で治療中になんか選挙が行われるってなって、なんか誰も立候補者数足りなくて無投票当選になりそうだと、うん、これじゃ良くないっつって、うん、その人が立候補したんですよ。え、島の人じゃない人がってこと？島の人じゃない人が。そしたら受かっちゃって、日本一周して訪れた島で今村議会議員やってる人がいるんですけど、すごー、アブエさんっていう人がいて。名前は アブエおさむさんっていう。え、そこ、あ、じゃあそこにもう住民票移して、今そこに住んでいて、でしかも今、ね、2期目も当選して、だこう島の中にこう外の空気を入れてくるっていう。もうあれじゃない、そろそろもう選挙出れるんじゃない、逆に。一応1月に30歳になったんで、うん、一応参議院選挙は出れるんですけど、うん、はい、ただ選挙出るのに300万円かかる。そのお金ね。はい、もう無理ですね。お金がかかるから、はい、確かに確かに。選挙で必要なのが、知名度、うん、お金、うん、あと世襲じゃないですけど、そういう地盤があるかも。はいはいはい。あ、最近はルックスって言われてるんですけど。あ、ルックスも大事なんだ。今全部揃ってない。いや、まだこれから。りのりのチャンネル。はいはい。はい、あれを説明してください。そうですね、まあ、令和ローテってワードが出てきてるだけでもう上級者みたいな感じ。嘘。菅田坂さんがこう当選したのって、うんうん、何選挙区で当選したか分かります？なんだっけ、比例。あ、そうです。比例です。全国比例区っていう。最後まで当選出なかったよね、菅田。あ、そうです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 。比例まで出なかったよね。これなんでかっていうと、うん、まず参議院選挙の時に2種類の投票用紙があるんですよ。はいはいはい、1つが、都道府県選挙区っていう、例えば東京都内で立候補している人に1人だけ投票していいですよっていう、これは個人名書くやつ。個人名書くやつ。で、令和新選組と東京選挙区だと、それで山本太郎さんが当選したっていう選挙区。で、
2枚目の投票用紙がこう全国比例区っていうので、うん、これは、政党名を書いてもいいし、うん、候補者名を書いてもいいっていう理由で、うん、で立候補してる人は全国が選挙区なんで、全国どの人でも、ただ水道橋博士さんのファンが投票用紙に水道橋博士って書くことができるっていう、うんうん、だから有名人とかは全国比例区に出ることが多かったりする。谷良子さんとか全国のね、はいはいはい、ファンが多いからっていう、そういう理由でってあるんですけど、で一応令和新選組は、その2枚目の投票用紙で2議席分もらえてたんですよ、うんうんうん、でそこで水道橋博士さんが、はい、まあ令和新選組の中ではこう上位でこれ当選することができましたと、はいはい、で水道橋博士さん辞めるじゃないですか、はい、そしたらその議席が失うっていうわけではなくて、じゃあ令和新選組で、2議席だったんですけど3番目の人はい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 、が繰り上がりで当選することができるんですよ、うんうんうん、その2議席はそのまま残る、そのまま残るっていう理由なんで、だからこう令和ローテっていうのは言ったら今落ちてる人が令和新選組何人かいるんですよ、はい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 、でその差しでも1年ごとに国会議員になってもらうっていう理由で、だから3位の人が2位になりますよね、はい、で辞めます1年経ったら、そしたら4位の人がまたこう当選して、うん、繰り上がりで、はい、で辞めます、そしたら5位の人が、うん、繰り上がって辞めますっていう、うんうん、でこれが議員の任期っていうのが6年間参議院をやって、はい、それを5回繰り返すっていうことをやろうとして、これは令和ローテっていうんですけど、うん、それはありなの、制度上 OK です、ただあんまり常識的には考えられないんで、うんうんうん、ただ批判されたりしてる、うんうん、本当に1年で辞めれるのかっていう問題があって、一応党から辞めろって言われてるけど、そこは強制はできないんで、もし例えば今大島九州さんという人がそうなんですけど、はい、その人が例えば1年以内に離党したら、はい、令和の議席はそのままなくなるっていう感じなんです、議員としては居続けてるんで、だから大島九州さんが議員で居続けるためには令和を離党するっていう、え、怖っ、そういうのがあるんですよ。で実際あの立憲民主党で、2019年参院選で当選した須藤元気さんとか、いや、立憲から離れて、はい、で議員辞職してない状況なんで、だからいや本当は離党したら無所属になるの、別のところには行けない、行けない、行けない、無所属で、無所属です、残る、はい、だからもし須藤元気さんが立憲を離れて辞めてたら、今元モーニング娘。市井紗友香さんが今国会議員やれてるはずなんです。あ、そうなんだ、そうなんです、なるほど、だ一井さやかさん、須藤元気さんが早く辞めない限り国会議員になれないっていう、そういうのもあるんだ、そうです、そうです、あ、椅子取りゲームで椅子からどうかないってことでしょ、そうです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 、じゃあでその3位の大島九州さんっていう人に関しては、はい、うん、まあ、今令和新選組でやってるんですけど、もともと民主党の国会議員とかやってた方なんで、あ、まあ、言ったら地元で支えてる方とか令和以外の支持者とかも、はい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 、その人たちからすると多分続けてくれっていう、うん、1年で辞めないでっていう、多分、ね、でそのプレッシャーに耐えられるのかどうかっていう、あと単純に1年でそのじゃあ自分がやろうと思ってる政策を1年で完結できる、でそこが結構批判ポイントで、あ、無理でしょうみたいな、 あと毎回その議員事務所とか1人当てられるんですけど、それ1年ごとに毎回改修工事とかしないといけないんで、そこの予算とか税金無駄にかかりますよねみたいな批判とかもされてたりとか、まあ、一方令和側は、まあ、1年ごとに変えることで、まあ、多様な意見を取り入れられますよねみたいな、はいはいはい、それこそ、拉致被害者の蓮池さんの、兄さんが、国会議員になったりとかすることもできるので、あ、トランスジェンダーの方とか国会議員になったりするんで、今までこう国会の中にいなかったようなタイプの人がこう政策を作ることができるんで、国会に新しい風を投入することができるっていうメリットは令和側は言ってるっていう。ああ、なるほど。じゃあ、まあ今後どうなるか、こうご期待ってことですよね。そうですね。こればかりは本当に1年後にならないとわからないんで、さっきの水道橋博士もそうなんですけど、はい、著名人の方の話を聞きたくて、はいはいはい、あの宮崎県知事選挙、はいはいはい、昨年末に、そう、あれをなんか東国原さんがまた出てて、はい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 、あれはなんかどうでした？
まあ落選したんですけど、もともと絶対勝てないだろうって言われてた選挙なんですよ。4回目なんでしょ、4回目の、ね、あ、そう、元現職の、うん、あ、東国原さんが宮崎知事を辞めて、うん、その後継の方がもうずっと続いてるって感じで、なるほどなるほど、東国原さんあの当時はめっちゃ支持率高かったんですけど、はい、そうですよね、そのイメージある。でその後継の方は割と宮崎県内の人気でっていうか、まあ、言ったら全ての組織がほぼもうその現職の方にも乗っかったみたいな、東国原さん今回出るってなってもほとんどの政党の支援とか組織団体とかの支援受けられず戦う状況になってたんで、そうなんだ、もうほぼほぼもう負けるだろうなみたいに言われてたんですけど、うんうん、結果を見たらえなんでこんな接戦なのみたいな、結構僅差の、ね、そうですそうです、結果になって、だから東国原さん負けたんだけどめちゃくちゃ評価上がったりする今。ああなるほど、そのやっぱ力すごいなっていう、何の力も借りずに、正直選挙自体は多分 あんまり報道されてなかったんです。行ったらもう負けるって多分分かってたんです、その盛り上がんないだろうって、大体接戦の選挙になればなるほど報道量が増えるっていうのがあるんで、まあ多分、まあ、盛り上がんないだろうなみたいな思えたところを最終盤かなり追い上げて、でやっぱ取材行ってた人とかあの地元の関係者とかに話聞くと、うん、やっぱ演説とかやっぱめちゃくちゃうまいんで、それ聞いた人はやっぱ応援するっていう。そうなんだ。であと東国原さん結構序盤の方はやっぱ宮崎を一気で捨てたって見られ方してるんですよ、ね、都知事選挙出たりとか、はいはい、国会議員の選挙出たりとかしてたんで、うんうん、そこをまず謝罪から入ってたらしいんですよ最初。なるほど。でそれはなんか途中からもうやめてみたいな感じでやったんで、まあ、そこは結構話術で最後盛り上げていったりとか盛り返していったみたいに言われてるん で東国原さんは多分今後また何かしら何かしらに多分選挙チャンスはあるというか、うんうんうん、もう結構ね逆に言うとなグリップを握れるぐらいの力はあるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、プラスに出たことでプラスになった選挙だったんじゃないかなという。あ、なるほど。第2部もう一個あの岸田内閣のこととか、はい、あの今噂のガーシーさんのこととかについてなんかもうちょっと詳しく聞けたらなと思います。ありがとうございます。ということで第1部ここまでありがとうございました。ありがとうございました。よろしくね。